暗算で解く道のりの5回目ですね、誤算発見というお話でやっていきたいと思います。このチャンネルではこのようにソロ版学習やプログラミング学習を通してお子様の能力開発に役立つような情報を流していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、一番大事なところですね。ここが前回前々回で、3桁の見取り暗算を15口落とす、加算加減算のやり方を説明しました。それよりもここが一番大事だと郷里先生思ってます。何かというと、まあ10問20問30問解いて全問正解の子、毎回毎回 100% 正解するんだよという子に関してはもうこの動画を見なくていいです。ただやはり何問か間違えてくると思うんですね。その間違った問題をしっかりどこで間違ったか、どこの部分で間違えたかというのをチェックしてほしい、誤算を発見してほしいというのが今回のテーマです。これさえやってしまえば非常に見取り暗算3桁15口を落とす能力格段に上がってくると思います。例えばですね、この問題加算ですよね。正解は7641、7641なんですね。例えばそれを7691というような間違いをした場合、そうすると誤差は50ですよね。50どこで間違えたのかっていうのをしっかり見てほしいんです。5487914726711165441167067、ここまでで5を、間違えるという計算の箇所っていうのはないんですよね。ここまでで、もし可能性があるとしたら次ですよね、7354887700を足してまず5587にする。そこで、結局50なんでやっぱり10の位で間違えてる可能性が高いんですよね。そうすると30足した時に本当は30足すと5617、になるんですけども、そこのイメージを5667にして、そのまま5を足して567に374686157802769191というふうに間違えたんじゃないだろうかというような推測ができるわけですよね。そういう自分の間違える癖、結構、今の5の繰り上がりを繰り上がらずですね、そのままイメージに残してしまって、答え書くときに必ず5多いとかですね、1多い、1少ないというパターンっていうのが絶対出てくると思います。そこをしっかり自分なりに見つけて、見つけることによってかなり意識が変わってきますので、もう相当な確率で次同じパターンというのは間違いが少なくなってくると思います。ぜひ、ここが一番多分、見取り暗算のですね、3桁落とすやり方でぐんと力を伸ばせる方法、この誤算発見ですね、これはしっかりよく見直してもらって、間違えた問題を見直してもらって、どこで間違えるんだろう、どこで誤算、誤正解と間違いの答えの、どれだけ差があるのかをしっかり出してもらって、例えば10の位にあるのか、1の位にあるのか、100の位にあるのか、しっかり見てもらって、どこで、間違ってるんだろうというのを見つけてもらうと、かなり能力は、すごいスピードで上がってくると思いますので、ぜひ一度試してみてください。はい、またこのチャンネルですね、高評価、あとチャンネル登録の方ももしよろしければお願いいたします。